はい、それでは、令和4年度神奈川県職員採用説明会、若手代表として、説明をさせていただきます。私、住宅営善事務所住宅整備課、に所属しております津田育郎と申します。本日はよろしくお願いします。大学卒業後、震災として入庁したのが平成28年なので、今年で、6年目になります。私が、初めて所属したのが流域下水道整備事務所。その、3年間勤めた後、現在の住宅営善事務所に、配属されました。本日は若手代表ということで、より具体的に、私の仕事についてご説明させていただきたいなと思っております。私が神奈川県庁機械職に、ちょっとお待ちください。出ますか？よろしいですか？はい、はい、すみません。私、神奈川県庁の機械職を志望した理由というのが大きく3つありまして、1つ目ですけども、私、生まれも育ちも神奈川県で、生まれ育った神奈川県のために働いてみたいなと思ったこと、2つ目は、安定している仕事に就きたいと。で3つ目、もともと機械設備の設計や工事に興味があったので、そういった仕事ができる神奈川県の機械職で働いてみたいと思うようになりました。震災当時の思い出をお話しします。入庁1年目、専門用語が飛び交って、会話についていけない、引き継いだ仕事もありましたが、何をすればよいか、わからないなどと、苦労した点が多々ありました。しかし、先輩から、まず自分で調べてみるということを教わり、資料、またネットを参考にして、自分で知識を身につける術を、教わりました。それでもわからない部分については、先輩に丁寧に教えてくれました。そして、自分なりに仕事を進めていく中で、徐々に成長して、もっと周りの役に立ちたいという向上心が、芽生え始めました。2年目以降からは、自分が主体となり仕事を進めていくことが多くなりました。これまで培った知識と経験をもとにですね、自分から技術的な提案をすることも、できるようになりました。そこから今度は自分なりの仕事の進め方について、後輩へ教えたり、他の職種の方と積極的に連携をとってですね、周りから頼りにされているという実感を得ることができました。そういった経験を経て、責任感やキャリアを感じていくようになりました。次に私が所属している知事部局の機械職について、簡単にご説明します。まず県庁には、ご覧の通り、いくつかの部署があり、それぞれに機械職がおります。次に出先機関の一つである住宅営善事務所があります。私は、現在ここに所属しております。最後に同じく出先機関の一つである流域下水道整備事務所があります。次に私の所属している住宅営善事務所について簡単にご説明します。住宅営善事務所は横浜市西区岡野にあります横浜西合同庁舎内に所在しています。住宅営善事務所には営善設備部と県営住宅部の2つの部署があり、私はそのうち県営住宅部の中の住宅整備課に機械職として、所属しています。簡単に、住宅整備課の仕事の流れをお伝えします。当課では県営住宅の建て替え、事業を行っております。県営住宅の新築工事において、委託業者が作成した図面や、積算資料をチェック。それをもとに設計書を作成して工事を発注します。施工業者が決まり、工事が始まったら打ち合わせをしながら工事管理をしますが、
工事管理は委託している管理事務所もいるので、連携しながら、工事を進めていきます。以上のように設計から工事完成まで、一通り担当しています。またその他、各既存の、県営住宅の機械設備関係のトラブルにも、対応していきます。機械職は、主に住宅における衛生器具や換気扇など、機械設備に関わる部分に、を担当しています。写真は完成後の写真なんですけども、左が洗面化粧台や洗濯機関、右がトイレ、など、まあ、住宅に関わる機械設備ですね、を担当しています。また左の給湯器や、右の各住戸に送る、水を送るための、ポンプなども担当しております。次に、私の1日の仕事の流れの一例をお話しいたします。朝は8時10分頃に出社いたします。7時30分から始業で、まずはメールのチェックや、本日のスケジュールを確認します。9時頃から電気担当とこれから発注する工事の打ち合わせを行います。このように建築や電気、土木などと協力しながら一つの建物を建てていきます。30分ほど打ち合わせした後、10時頃から打ち合わせ内容をもとに図面のチェックをしていきます。もちろんその間もメールの確認や調整事もありますので適宜対応していきます。12時からお昼休みです。お昼は持参する人もいれば、外に食べに行く人もおり、おのおの好きなように休み時間を過ごしています。お昼休み終了後、13時頃に自分の担当している工事現場へ出発します。この事務所では電車での移動がほとんどになります。現場到着後、14時から施工業者と打ち合わせを行います。今回はまだ工事が始まって間もない現場ですので、今後どのように工事を進めていくか、材料の納入はいつ頃なのかなどを打ち合わせの中で確認していきます。その後、現場を実際に歩いて確認していきます。右の写真は、外の掲示物に不足や間違いがないかを確認していきます。工事が本格的に始まると、発注使用通りの、材料が入っているか、適切に施工がされているかなど確認していきます。就業時間である17時15分まで、現地を確認し、その後、現場から直接帰宅します。このような流れで1日が終了します。最後に私の思う機械職についてお話しします。まずは業務について。神奈川県の機械職は他の職種に比べて人数が少ないんですけれども、その分みんな一丸となって業務に取り組んでいます。また、規模の小さい仕事から大きい仕事まで幅広く経験することができ、スキルアップを実感することができます。規模の大きい仕事でいくと、中には40億を超える事業もあったりします。そして、自分の担当した工事が完成したときは、まあ、他では味わえないような達成感を感じることができます。次に職場環境についてです。周りの先輩が、みんな優しいので、わからないことがあればすぐに教えてくれます。また、有給も取りやすいので、プライベートも充実させることができます。そのプライベートではですね、まあ、今の時期はなかなか開催しづらいんですけれども、食事会やスポーツなど、企画してですね、親交を深めるイベントも、多数、あります。以上で私からの仕事紹介を終了します。毎日楽しくやりがいを持って仕事に取り組める神奈川県の機械職ですので、ぜひ受験することを検討してみてください。皆さんと一緒に働ける日を、心から楽しみにしております。ご清聴ありがとうございました。